さ、もう本当に地方のなんか電子マネーのサービスはほぼバーラーさんが将来入ってるまあ、とそうですね。いいですね。いう ということですよね。はい、では3枚目もですね、引き続き岩井社長にお話をお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう3枚目はですね、もうこれしかないだろうということで、あららキャッシュレス、はい、今後の成長戦略についてちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、2話目でお伺いしたお話でいうと、まあ、今後も多分市場的には伸びていくかなと思うんですが、まあ、今後成長戦略としてこのあららキャッシュレスっていうのは、まあ、どういうふうに変わっていくのかっていうのを、はい、お伺いしたいんですけど。そうですね、まず今までやってきたポイントプラス、はい、まあ、これ自体まだまだ需要があるんですが、はい、やはりこのシステム自体ですね、作ったのもだいぶ前ですし、はい、システムの設計思想自体をですね、はい、全く新しいフルクラウドでのですね、はい、システムに変えて、はい、今の決済額をさらにゴーンと伸ばしていくというところを、やっていきたいなと、はい、思っております、はい、より決済額を、はい、まあ、対応できるシステムを用意するだけじゃなくて、はい、まあ、いろんなニーズで使えるような、うん、システムに、うん、変えていこうと、まあ、これまでハウス型電子マネーっていう形で、はい、展開してきたんですけど、もっと利用用途を広げていきたいなというふうに思ってまして、うん、はい、まあ、いろんなペイをやられてる会社あると思うんですけど、はい、そういった一般的に使われるようなペイの裏側のシステムにもなれるような、まあ、そんなソリューションにもしていきたいなと思っておりますし、うんうんうん、でハウス型の電子マネーでチャージをしたお客さんが、うん、そのお店だけで使えるだけじゃなくて、うん、他のいろんな店でも使えると、はい、まあ、そのために、はい、でそれをですね、はい、まあ、自分たちで一軒一軒開拓していくのはなかなか大変じゃないですか。はい、じゃあどっかと連携して、はい、出口は違うところから決済できるようにできないかなということで、うんうんうん、今ドコモさんがやってる ID、はい、これ158万店舗利用できるんですけど、まあ、だから、お店で、はい、チャージしたお金が、はい、まあ、例えば ID を使えばコンビニでも決済できるわけなんですよ、はい、なので出口をぐっと広げることが、まあ、可能になりますと、うん、まあ、そういうような形の連携ができるようなシステムに、うんうんうん、今回作り直してやってます。すごい進化ですよね、これって。そうですね、そうですよね。でこれによってですね、今まで当然我々のシステム利用料みたいなのが、はい、お店でかかってたんですけども、はい、そのチャージしたお金が外で利用してもらうと、うん、今度彼らは利用手数料がもらえる立場になるんですよ。 ID で決済したお金がそれ、もらえる立場になると。画期的ですね。コストセンターだったのが、はい、まあ、収益事業に変わりますよっていう、まあ、そんなシステムにこう変えていくっていうのが一つですね、はい、すごい。これまでチャージしたらもうそのお店でしか使えなかったものが全国158万店舗に使えるんだ、はい、でさらに他のところで決済されたらもう勝手に決済手数料が何もしなくても入ってきて、そうですね、そんなことができるシステムに、作り直してます。夢のようなサービス、ね、いやいやすごい。なんかそれだけでも決済額なんかぐんと伸びそうな、そうですね、気はしますけれども、まあ、あとハウス型電子マネーで導入していただいている企業さんだけではなくて、はい、もっといろんな入り口でお金がチャージできるような仕組みにしたいなと思ってまして、はい、給料天引きができるような仕組みもこれから用意していこうと、はい、もう既に何社かやらせていただいているんですけど、はい、今はですね、従業員が、はい、そのまま給料がそこのお店のチャージになりますよということで、とりあえず今トライアルでやってるんですが、はい、地方のスーパーなんかですと、まあ、地元の有力な企業さんと連携することで、給料をそのままスーパーの、はい、チャージにするとこんな特典がありますみたいな連携をするような、はい、まあ、そんな仕組みも可能ですと。それすごいですね、はい、じゃあなんか指定した額がもう月末なり勝手に、そうですね、給料から転引きされるみたいな、そんな仕組みをまあちょっといろいろと組み合わせて、より幅広い使いやり方をしたいとか、あとはですね、企業さんが特定の商品を購入するとその分に対してキャッシュバックしましょうと、そういう反則キャンペーンの仕組みに組み込んでもらって、でその商品を買うと電子マネーで返ってきますよっていうのをもう我々の仕組みとしてそのまま提供できると、でチャージバックというサービスなんですけど、こういったものも用意したいとか、なるほど、あとは地方の自治体さんがですね、プレミアム振興券とか、いろんな形で
行政からの住民に対して何かしらこう特典を出したりするのをアナログじゃなくてデジタルでやるところにあのうちの仕組みをあの利用していただいたりとか。これまで紙でこう渡したわけですね、商品券みたいな、はいはい、あれも全部じゃあ電子マネー。そうですね、そんな形でできるような仕組みにしていきたいなと。すごいですね、はい、たくさんの入り口でお金の入るポイントを作ってですね、はい、でいろんなところで出口を作るという、はい、この入り口出口をですねより広くあの作って、その真ん中にこのあららキャッシュレスがあるという、はい、まあなんていうんですかね、キャッシュレスのハブのような機能をやっていきたいなという、まあ、そういう構想を持っているわけです。そうですね、はい、いやなんかプリペイドカードってでまあ、これまでの買ってるイメージだとやっぱ使うところも限られるし、チャージがそもそも現金だけみたいなところで、やっぱり使う人がある程度億劫な人とかもいたと思うんですけど、そういうのも一気に解消されて、そうですね、使い勝手がめちゃめちゃ良くなるってことですね、はい、まあ、現金チャージっていうのはね、まあ、年配の方とかで非常にあの分かりやすいチャージの仕方として、はい、これはこれで非常にいいんですけども、はい、そういういろんな入り口を持つことによってより幅広い、ね、使われ方ができるんじゃないかなというようなことを思ってますね。なるほど、はい、じゃあもう本当に地方のなんか電子マネーのサービスはホモバララさんが将来入ってくる、まあ、そうですね、いいですねということですよね、はいはい、いやすごい楽しみなちょっと構想ですね。最後にですね、まあ、お話しできる限りでいいんですけども、はい、バリューデザイン社とのちょっと業務提携を、まあ、もともと我々の競合会社で、はい、結構営業上もバチバチと、はい、ね、ぶつかってまして、まあ、今でもバチバチぶつかってますから。あ、そうなんですね、はい、まあ、でも一緒にこのマーケットを作ってきた、はい、同志でもありまして、はい、まあ、たまたまご縁があってですね、出資させていただく機会ができたんで、はい、でこれからちょっと仲良く一緒にやっていこうよという話をバリューデザインとやってるんですけども、はい、合わせるとですね、もう決済額が1兆円ぐらいになるんですよ。1兆円、はい、で合わせて導入企業も1000社、はい、10万店舗ぐらい、はい、まあ、先ほどの ID の店舗数にはだいぶ足りないですけども、はい、それなりにたくさんの店舗で利用いただける仕組みをですね、我々、ね、2社合わせると、はい、そういう規模で展開できますんで、でお互い持っているそれぞれ違うお客さんに契約しているわけですから、はい、まあ、今後先ほどのチャージバックのサービスを展開したりとか、はい、あるいはバリューデザインさんが今やっているサービスをはい、あらら社で販売したりと、はい、もう相互にいろんなソリューションを、売っていくことで、まあ、よりこう収益を乗せていこうというようなことが計画します。はい、この業界でいうと、もう御社とバリューデザインさんのもう2社がドンっていったと思うんですけど、まあ、合わせるともう圧倒的にシェアがあるんじゃないかなと思ってますけども、ね、はい、なるほど、1兆円がまたさらに伸びてくるわけですもんね。そうですね、それを3兆5兆と伸ばしていきたいなというのが野望でございます。はい、すごいな、まあ、この辺のあれですか、詳しい話はまた今後、そうですね、今ちょうどね業務提携の内容を詰めているところなんで、はい、この辺はその、まあ、これから中期経営計画という形で発表していきたいなと思ってるんですけども、引き続きちょっとあらら社にはもう注目せざるを得ないですね。ぜひ注目してください。いやすごいです、ちょっと僕もなんとなくしかもしかしたら把握できてなかったんですけど、ちょっと今日いろいろお話をお伺いして、ちょっと展望が壮大すぎて、楽しみでしかないですね。はい、はい、まあ、本当に多分これからね、はい、このキャッシュレスの業界っていうのは、はい、まだまだ進化があると思ってますし、そうですよね。はい、まあ、うちはあとブロックチェーンなんかにもね、いろいろ取り組んだりしておりますので、はい、まあ、そういったところもこれから組み込んでいったりしてですね、新しい、まあ、この現金を使わない社会の、はい、まあ、一翼をですね、担えるポジションになったらいいなというふうに思っておりまして、まあ、まだまだちょっといろんなことを考えておりますんで、おいおいまた発表していきたいと思います。そうですね、はい、ぜひその時はIRTV で分かりました、発表していただいて。ありがとうございます。いや今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、ありがとうございます。